彼第三日調教師にお話を伺いします。おめでとうございます。ありがとうございます。まずは今のお気持ちお聞かせください。いやもうすっきりしました。そう、すっきりしたっていうのはどういうところで。やっぱし、宿敵って言えばあれけど、ライバル目黒いたんでね、いつか逆転と思ってやってたんで、まあまあその日が来たかなと思いましたね。はい、レースもやはり目黒ボブスタップをマークするような感じだったんでしょうか。そうですね、今までは世代戦でばっかりに、まあ、ほとんどことごとく持っていかれたんで、今回はやっぱり実力馬の中に入って、これからそれこそ小馬に入った時の舞台はもう変わってくるのかなと思った時に、こういう勝負ができたのは嬉しく思ってます。状態面は北見キレンがちょっと障害があという日々の騎手の話もありましたけど、そこから一度使われて今日でしたけど、状態面いかがですか。いやもうあの時も良かったんだけども、あの時のことが無にならなかったが、まあそれが生かされたジョッキーのやっぱり技量だと思います。あれはもうむしろ経験となって勝てになったような感じですか。そうですね。ここで目黒ボブスタップに勝って、この先も楽しみだと思うんですけど、今後はどのような。いやもう結局もうね、勝ったり負けたりってなってくると思うんだけども、もう最高のライバルとこれからもそれこそ勝負を繰り広げていければなと思ってます。まあ、ライバルと思うんですけども、これからこの番組を代表する前にもなるんじゃないかなと思うんですけど、そのあたりか。そうですね、まあ私のところにいますけども、まあ番組ファンから預かってる馬だっていう気持ちで管理していきたいと思います。では最後にファンの皆様にメッセージお願いいたします。まあいろいろとジョッキーも言ってましたけども、大変な状況の中でまた競馬を応援してくださる方も体に気をつけて、これからも万円競馬のことをよろしくお願いしたいと思います。